ペルー複王領は、スペインが中南米の植民地化の間に作った4つのうち2つ目の複王領である。1543年に創設された複王領は当初は、現在のベネズエラの海岸部を除くスペイン領、南アメリカのすべてを含んでいた。植民地時代を通して、ペルーは、スペイン領アメリカで最も価値がある領地と考えられていた。ヨーロッパに大量に出荷される銀は、 特に、ポトシ鉱山で産出された。先住民の強制労働の搾取によりリマの鉱山、事業者や合唱の社会が反映した。1739年のヌエバグラナダ副王領、1779年のリオデラプラタ副王領の創設により領地は分割された。リマの南アメリカの西岸に位置する地理的条件はスペインとの交易に限定され、 アンデス山脈の厳しい地形はペルーを非常に統治しにくいものにした。先住民の作取は1780年、トゥパクアマル2世の反乱を引き起こした。この反乱はペルー全域に広がり、1781年にトゥパクは捕らえられ処刑されたが、先住民は1783年まで戦争を続け、副横領の経済は混乱した。 沿岸地域では1821年7月に、ホセデ・サン・マルティンがペルー独立を宣言し、リマに入場した。その後、スペイン王室軍は人員と武力で勝っていたにもかかわらず、1824年12月9日に、アントニオ・ホセデスクリ率いる革命軍にアンデス高原のアヤクウチョの戦いで敗れた。ペルー副王、ホセデ・ラセルナと彼の軍司令官らは、 囚われた後、ペルー副横領であった残りの領域は、ペルーとチリの独立国の一部になった。ありがとうございます。